いやー今年最後に何かいいアウターが欲しいなとは言ってもダウンも持ってるしロング丈のコートも持ってるからちょっと違った雰囲気のものが欲しいんだよなまあ、ロング丈のコートよりはもうちょっとサクッと着れるけどダウンよりはちょっとデザイン的に凝ったものが欲しいんだけど何かいいアウターないかなと思ってる皆さんこんにちはスタイリストの大山俊です 今回の動画では今年最強の中綿アウターはこれに決定というテーマでお届けしたいなと思っています今年も残すところ数日となりましたが最近になってですねようやく気温が下がってきたので本格的にダウンですとか暖かめのアウターを探している方も最近は増えてきているかなと思います、まあ、そんな中でダウンはすでに持っていてちょっと違った雰囲気のものを探してという方にですね個人的にお勧めしたいなと思うのがですね僕が今来ているこちらのですね 中畑のモッツコートになりますこちらはですね、僕のブランドソーのオリジナルのアイテムになっているんですが、まあ、僕自身ですねこちらもう早くもですね、ガンガンに活用していまして個人的にもすごく気に入っているんですね、まあ、冬といえばですねダウンを着ることが今までは多かったかなと思うんですが、まあ、最近はですね真、まあ、冬でもそんなに寒くなかったりするので本格的なダウンだとかえってオーバースペックになってしまうことも少なくないかなというのが僕自身の体感としてもあるんですねまた というとある程度デザインの方向性というものが決まってきますが中綿のアウターだと結構デザイン的な自由度が高くて様々なものがですね市場にもあるんですね、まあ、その中で従来のダウンとは違った雰囲気のもので少し丈が長くてきれいめな雰囲気を漂わせつつもちょっとミリタリー感があって男心をくすぐるようなそんな1着が欲しいなということで今回はこちらですね モッツコートのデザインをですねベースとしながら中綿のアウターを作ってみました実はこのようなモッツコートをベースとしたような中綿のアウターって、まあ、他のブランドさんでもやってたりするんですが僕自身も数年前にそういったものを購入しまして数年間来たんですがめちゃくちゃ便利なんですよね、まあ、ダウンにはないですね竹の長さのおかげでお尻まですっぽいと隠れるので適度に綺麗め感が漂いつつも首元はスタンドカラーですっきりとしていてミニタリーライクなデザインも楽しめるというところ で旬な雰囲気も漂っていてめちゃくちゃ個人的にも気に入ってるんですねただこのような中綿のモッツコートというと色がですねブラックですとかオリーブだとかこの辺りが圧倒的に多いんですねまあこの辺りは王道なので僕も好きなんですが個人的にはこのようなモッズコートのデザインで中綿でなおかつですね色ですね都会的でシャープなダークグレーで作りたいなということで今回はこちらのカラーで一色のみの展開でですね作ってみたわけなんですねでやっぱり このようなアウターって素材の質感がすごく重要になってくるかなと思ってまして今回はですね素材を世界的にも有名なですねファブリックメーカーの小松マテーレのですの、ね、ものを使いまして上品な仕上がりにしてあるんですねこのダークグレーの色味はすごく気に入っていましてダークグレーという色合いではあるんですが少しこうブルー味がかっていてですね曖昧な色味が楽しめるんですねこの生地を見た瞬間に中綿のモッツコートを作りたいなというところでアイデアが生まれたわけ なんですがまさにですねベストマッチで良いバランスの中綿のアウターが仕上がったかなと思います、まあ、サイズ感もですねやっぱりモッツコートベースなので肩のラインも少し落としてありますし身幅もゆったりめになっています、まあ、丈も長いですよね横髪とちょっとこうのしの部分が張るような形になっているんですがこの辺りも含めてなかなかですねデザイン的にもバランスがいい仕上がりになっているかなと思いますまあ、ミリタリーライクな雰囲気なんだけども色合いはダークグレーでシックだというところと 素材感が上品なので、すごくですね、バランスいい仕上がりになってるんですね。カジュアルに見えすぎないというところが、なかなかいいポイントかなと思います。で、中綿もですね、しっかりと入れているんですね。こちらは機能的な中綿である審査レートというものですね、ふっくらと入れてあるので、かなり暖かいです。まあ、正直ですね、お尻がしっかりと隠れるというところでは、通常のダウンよりも着丈が長いので、その点ではダウンに負けないぐらいの暖かさは感じ取っていただけるんじゃないのかなと思っています。で、なぜこのようなダークグレーに僕が したのかとい,うとです、ね、いろいろと理由がありましてダウンだとかアウター系がブラックだと僕が大好きなブラック系のボトムをわせると全身が重たくなってしまうんですねですがこのようなダークグレーの色を選ぶことでブラックのパンツにも相性がいいですしあとはこちらのような。 ホワイトのパンツと合わせた時にも非常にはまりがいいんですねですので僕はブラックのパンツのコーディネートとホワイトのパンツのコーディネートこのあたりを中心にですね使うようにしていますで、内側なんですがさまざまなものが合うんですが例えば僕が今着ているようなグレー系のニットでですね色味を揃えてみたりだとかあとはオリーブのニットにも合いますしホワイト系の爽やかなニットにも合います、まあ、パンツを処にした場合には今着ているようなグレー系のニットでも合いますしさまざまなコーディネートができるんです ね、これは本当に便利で僕自身もガンガンに活用しているのでぜひ、まあ、皆さんにもですね今回ご紹介できればなと思っています、まあ、いつもですねこのソのアイテムをご紹介するときには受注生産で皆さんにご紹介してるんですがこちらはすでにですね入荷していましてオンラインサイトで販売を開始しています、まあ、気になる方はですねぜひこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただきたいなと思っています、まあ、正直ですね価格は安くないんです 僕の中でも渾身の仕上がりのアウターとなっていまして素材ですね小松マテーレの表地を使って内側には審査レートを使っているというところですねそして全て国内で縫製しているのでちょっと価格は安くはないんですが、まあ、長く使えるような大人にぴったりの本気のアウターが仕上がったので気になる方はぜひチェックをしていただければなと思っていますということで以上スタイリストのオ山ヤシンでしたまた次回の動画もお楽しみに